イエテボリスタジアムです。天気は晴れ、プレシーズンマッチイエテボリ対シエル、今日の試合実況八塚博士、放送席には J リーグで活躍されました水沼貴史さんがいらっしゃいます。水沼さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。この熱戦の模様を衛星生中継でお送りします。ではピッチ上のジローラモさんを呼び出してみましょう。ジローラモさん、今日はよろしくお願いします。チャオ、コメスタ、ジローラモです。ジローラモさん、そちらどうなってますか？空一面に日本のブルーに染まってますよ。ピッチコンディションの方はいかがですか？このぐらいのコンディションなら大丈夫。そうですか、またお願いします。今日もピッチの方よろしくお願いします。はい、随時レポートします。間もなく選手入場です。グラウンド上に選手たちが入ってきました。向かって左側にエンドを取りました。白と青の縦縞のユニフォーム、イエテボリ本日のスターティングメンバーです。画面の右側にエンドを取りました。水色のユニフォームを身につけます、シエル。スターティングメンバーはご覧の通りです。水沼さん、宇野、今日の試合キーとなりそうですが、果敢にゴールを狙う彼のプレーをどうご覧になりますか？ボールに対する反応が早いですね。常にゴールにこだわる姿勢の表れです。今日は調子も良さそうですし、期待できると思いますよ。さあ始まりました、前半45分のキックオフです。ジェストロビッチ、ロングボール、シエロ、コーナーキックを得ました。ショートコーナーもありますよ。直接ゴール前には蹴ってきません。これは残念、ゴールラインを割りました。ゴールキックです。アカリスター、ケラークソン、ジョベンセン、パスがよくつながります。あーっと、あーっと決まった。イエテボリ1点先行しました。1対0。先ほどのゴールシーンです。水沼さん、シエル、ここは防げなかったか。先制点を奪われてしまいました。やられましたね。さあ気持ちを切り替えて、まずは1点取りに行きましょう。キックオフです。島、スローインでゲーム再開です。長いボールを出した、この人がケラークソン。ボールを奪いました。中に入れた、キーパーが抑えます。ここで前半戦が終了。宇野、動きはいかがですか？動きにキレがなかったですね。チーム全体の流れも悪くなってますよ。ハーフタイムを終えて、選手たちがピッチ上に姿を見せ、後半に臨みます。後半開始のキックオフ、指揮、
奥田、ここは大きく出します。これはカットします。四季、自分で持っていきます。チャンスか、宇野シュート、うん、来た、シエロ、同点ゴールが決まりました。1対1。今のプレーをもう一度。水沼さん、ここで同点に追いつきました。ここからですよね。追いつきましたね。いい雰囲気ですよ。流れは完全に来てますね。キックオフです。ヘンリクセン、ロングボール、スローインです。前へ進みます。カワイ、クロスを入れた。枠に飛んでません。リプレイが出ます。あと少しのところでした。どこ狙ったんですか。手元の時計で後半35分になろうというところ。1対1。イエテボリ、どう組み立てていくか。切り返してクロス、うん、来た。見事にゴールネットを揺らしました。2対1。VTR が出ます。水沼さん、高い打点でうまく頭で合わせてきました。そう、打点が高いとディフェンスとしてもやりづらいんですよね。キックオフされました。江口、フタギ、タッチライン沿いからのフリーキックとなります。パスを出します。ジョンソン、スバンション、打ってきた。ボールはゴールマウスを恐れました。今のプレーです。あと少しのところでした。いや、外れましたか。何やら遮断しているようですね。そしてここで試合終了のホイッスル。ご覧いただいた通り2対1でシエ、残念ながらこのゲームものにできませんでした。改めましてお願いしますが、水沼さん、シエロ、シーズンに向けて少し不安な感じがしましたね。まだプレシーズンとはいえ、ちょっとこの調子ではリーグ戦も苦戦しますよ。本日はプレシーズンマッチの模様をお送りしました。解説、水沼貴史さん、実況、八塚、ピッチリポーター、ジローラモさんでお送りしました。リポーターのジローラモさん、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。水沼さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは今日はこの辺で、皆さんごきげんよう。さよなら。
グラスゴースタジアムです。天気は晴れ、プレシーズンマッチ、グラスゴー FC 対シエル。今日の試合、実況はいつものように八塚博士、放送席には関西弁解説でおなじみの長嶋明宏さんがいらっしゃいます。長嶋さん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。試合の模様は衛星回線を通じて日本の皆さんに生中継でお送りします。ではピッチ上のジローラモさんを呼び出してみましょう。ジローラモさん、今日もよろしくお願いします。はい、レポーターのパンツェッタジローラモです。ジローラモさん、どんな様子ですか？今日はとっても星が綺麗ね。ピッチの状態はどうなってますか？このぐらいのコンディションなら大丈夫。そうですか、またお願いします。何かありましたらよろしくお願いします。はい、任せてください。まもなく選手入場です。グラウンド上に選手たちが入ってきました。左にエンドを取りました。青のユニフォームを身につけます、グラスゴー FC。 これがスターティングメンバーです。これに対します、白のユニフォーム、シエル。これがスターティングメンバーです。長嶋さん、江口、今日はこの人が鍵となってくるでしょうが、前線で攻撃を組み立てる彼の動きをどうご覧になりますか？素早い状況判断と正確なプレーが求められますね。前半45分のスタートです。デビッドソン、パスをつないでいきます。インターセプト、かわいいタックルです。ドリブルで突き進む、いい読みでカットします。この辺はさすがですね。時間は前半の35分を回ったところです。両チーム一歩も譲りません。あーっと、これは感じていなかったか。さあ逆に今度はシエル、ここはパス、隙を伺います。エリア内でのファール、審判が PK を指示します。審判が選手を呼びます。なんとイエローカードです。本人は不本意でしょうけど、しょうがないですね。シエル、絶好のチャンスをもらいました。あーっと、来た、ゴール、シエロ先制のゴールを決めました。0対1。VTR が出ます。長嶋さん、シエロ見事に先制ゴールを決めてきました。いい感じですかね。いい流れをつかみ始めていますね。このまま行きたいところですよ。キックオフされました。ロベン・クランズ、セベリン、さあボールを大きく出す。ホイッスルが鳴って前半が終わりました。江口、チャンスを作ってますもんね。いいプレーしてましたよ。この分なら後半もいい調子できそうですね。ハーフタイムを終えて選手たちがピッチ上に姿を見せ、後半に臨みます。後半開始のキックオフです。江口、二木、四季、ボラール、パスを出します。アーバン、自分で持っていきます。セベリン、打った、ボールはゴールマウスを恐れました。 VTR が出ます。ゴールマウスを捉えきれませんでした。どこ狙ったんですか。スローインで中に入れます。かわいい
ラコブチェフ、ボールはゴールマウスをそれました。リプレイが出ます。あと少しのところでした。信じられない。ここで試合終了の笛。ご覧いただいた通り0対1でシエ、相手ゴールを許さず完封勝利です。試合の方はご覧のような結果なんですが、長嶋さん、シエ見た感じいい具合に調整が進んでいましたね。チームの雰囲気を見ても調整が良い具合にいってるのがよくわかりますね。本日はプレシーズンマッチの模様をお送りしました。解説、元日本代表長嶋昭弘さん、実況安塚博士、ピッチリポーターはジローラモさんでした。リポーターのジローラモさん、ありがとうございました。はい、安塚さん、みんなさん、ありがとうございました。長嶋さん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それでは皆さん、またお会いしましょう。ヘーレンフェーンスタジアムです。天気は快晴。プレシーズンマッチ、ヘーレンフェーン対シエル。今日の試合、実況八塚、解説は水沼貴史さんです。水沼さん、今日はよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。試合の模様は衛星回線を通じて日本の皆さんに生中継でお送りします。ピッチリポーターにはジローラモさんにお願いしてあります。ジローラモさん、よろしくお願いします。チャオ、どうもパンツェッタジローラモです。ジローラモさん、どんな様子ですか？今日は本当にいい天気ですよ。ピッチの状態はどうなってますか？このぐらいのコンディションなら大丈夫。なるほど、ピッチリポートよろしくお願いします。はい、随時レポートします。それではピッチの方にカメラを向けたいと思います。入場口から選手たちがピッチに姿を現しました。左にエンドを取りました。白と青の縦縞のユニフォームに身をまといます。ヘーレンフェーン、本日のスターティングメンバーです。対戦します。白のユニフォーム、シエル。スターティングメンバーはご覧の通りです。シエル、シマアップを見たところ非常に体が切れていました。いい表情していました。いい感じでリラックスできてましたよ。
さあ試合開始を前にテンションも上がってまいりました。さあ始まりました、前半45分のキックオフです。バイリネン、いい連携ですね。前へ進みます。ヌルメラ、クロスを入れる。シュタイナッハ、これはラインを割ります。行動が中途半端でしたね。リプレイが出ます。枠に入れたかったですね。どこ狙ったんですか。中井、ドリブル、前へ進みます。ここでカットします。スローインになります。クロスを入れる。うまくつなぎます。シュタイナッハ、この人がデンネボウム。ボールを折り返す、来た。ヘレンフェン、1点先行しました。1対0。今のプレイです。水沼さん、よく落としましたね。いいところに落としましたね。この辺の連携も素晴らしいですよ。キックオフです。島、さあ入れます。ハンション、ハンスマン、ここは大きく出します。右にパスを出します。横へ流します。サードは、うわ来た、惜しい。今のプレイです。ゴールマウスを捉えきれませんでした。決めたかったですね。右にはたく、奪います。一度下げます。ボールを回します。スペースに出した、クロスボールが入る。うわ、今のプレイです。枠に入れたかったですね。信じられない。ホイッスルが鳴って前半が終わりました。宇野、前半の動きはいかがでしたでしょうか。動きにキレがなかったですね。チーム全体の流れも悪くなってますよ。選手たちが再びピッチ上に姿を見せています。後半開始のキックオフ、奥田、二人、左にはたく、ボールを奪いました。ハンスマ、一瞬の隙をドリブル突破。フェネマ、チャンス、ダーッと来た、ゴール。これはよく決めました。2対0。今のプレイをもう一度。水沼さん、ペネマ、余分な力を省いて丁寧にコースを狙っていますよね。ナイスゴール、見事に期待に応えてくれましたね。
キックオフしました。大倉、さあボールを大きく出す。江口、二木、右にはたく。ラコブチェフ、中に切れ込む。大倉、あー来た、ゴール。ここで決めてきました。2対1。先ほどのシーンです。水沼さん、来ましたね。ゴールへの執念を感じますよね。気持ちでもぎ取った1点ですよ。これは キックオフしました。ラドムスキー、イエンセン、さあボールを大きく出す。そしてここで試合終了のホイッスル。試合の結果はご覧の通り、2対1でシエ、惜しくも敗れております。試合の方はご覧のような結果なんですが、水沼さん、シエ、シーズンに向けて少し不安な感じがしましたね。まだプレシーズンとはいえ、ちょっとこの調子ではリーグ戦も苦戦しますよ。本日はプレシーズンマッチの模様をお送りしました。解説、元日本代表水沼貴史さん、実況は私安塚博士、ピッチリポーターはジローラモさんでした。ジローラモさん、お疲れ様でした。はい、テレビの前の皆さん、さようなら。水沼さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではまた皆さんお会いしましょう。さようなら。ニーカップスタジアムです。天気は曇り。プレシーズンマッチ、シエロ対ジェフユナイテッド。今日の試合、実況八塚博士、放送席には J リーグで活躍されました水沼貴史さんがいらっしゃいます。水沼さん、今日もよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。ご覧の放送は現地から生中継でお送りします。それではピッチの方にカメラを映してみましょう。選手たちがピッチの上に姿を現しました。メインスタンドから見て左に水色のユニフォームを身につけます。シエル、スターティングメンバーはご覧の通りです。これに対します、黄色と緑のユニフォーム、ジェフユナイテッド。スターティングメンバーはご覧の通りです。高山、この人のプレーが攻撃の起点としても非常に重要ですよね。そうですね、パスコースを見出す一瞬の判断がものを言いますよ。彼ならうまくやるでしょう。前半の45分が始まりました。芝、
さあ入れます。茶野、中西、さあ大きく出した。チェヨンス、坂本、ボールを奪った。うまくつなぎます。阿部、慎重に運びます。望月、抜けるか、よく止めました。そういえば水沼さん、オールスターも近づいてきました。人気投票もすでに行われています。今年はどんな選手が集まりますかね。楽しみです。本当ですね。宇野、あーっと、大事に抑えます。時間は前半の25分が経過しています。0-0、ジェフユナイテッド。さてどうしますか。クロスボールが入る。これはゴールラインを割ります。ここでカットします。これは面白い。弾いた、防いだ。角度的に少し厳しい位置からのフリーキックとなりますが、厳しい角度ですが直接もないわけじゃありませんよ。サンドロ、あーっと決まった。ジェフ、いいタイミングで決めました。先制、0-1。今のプレイをもう一度。水沼さん、シエル、ここで先制点を奪われました。うまくやられましたね。やられましたね。さあ気持ちを切り替えて、まずは1点取りに行きましょう。キックオフしました。芝、奥田、さあボールを大きく出す。サンドロ、シュート。前半45分は終了です。宇野、前半の動きはいかがでしたでしょうか。動きにキレがなかったですね。チーム全体の流れも悪くなってますよ。選手たちが再びピッチ上に姿を見せています。後半開始のキックオフです。チェヨンス、長いボールを出した。さあコーナーキックでゲーム再開です。こういうセットプレーが鍵を握りますね。おっと、ショートコーナーです。どうしたんでしょうか。リプレイです。このシュートは外れました。悔しい。佐藤、スライディングです。左に出します。自分で持っていきます。抜けるか、泉、枠に飛んでません。リプレイです。ゴールマウスを捉えきれませんでした。いや、外れましたか。さあコーナーキックでゲーム再開です。誰に合わせてくるか見ものですね。最後はキーパー村井、
いい読みでカットします。石野、いい読みでカットします。フリット、ブラーン、山岸、さてどうだ。うわー、 VTR が出ます。枠に入れたかったですね。決めてほしかった。右のスペースを使います。そしてここで試合終了のホイッスル。結果は0対1でシエロ、相手の堅いディフェンスに阻まれ無得点で敗北しています。ということで改めまして水沼さん、シエロ、シーズンに向けて少し不安な感じがしましたね。まだプレシーズンとはいえ、ちょっとこの調子ではリーグ戦も苦戦しますよ。本日はプレシーズンマッチの模様をお送りしました。実況八塚博士、解説は元日本代表水沼貴さんでお送りしました。水沼さん、今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それでは皆さん、この辺で。
シエロ対 F マリノスプレシーズンマッチ。今日の試合実況担当は八塚博士、放送席には辛口解説でおなじみの木村和志さんをお招きしています。木村さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご覧の放送は現地から生中継でお送りします。いやー、楽しみな一戦がやってまいりました。木村さん、そうですね、今日の一戦注目ですね。それではピッチの方にカメラを向けたいと思います。グラウンド上に選手たちが入ってきました。画面の左側にエンドを取りました。水色のユニフォームを身につけます、シエ、本日のスターティングメンバーです。対戦します、青のユニフォームを身につけます、 F マリノス、これがスターティングメンバーです。ラコブチェフ、この人のプレーが攻撃の起点としても非常に重要ですよね。そうですね、彼には一気にゴール前まで運んでいくスピードがありますからね。あれは強力な武器ですよ。キックオフ、前半45分のスタートです。シマ、江口、長いボールを出した、いい反応を見せました。ドリブルで突き進む、いい連携ですね。ラコブチェフ、ここは右へ、さてどうだ、いやー惜しい。リプレイです。あと少しのところでした。いやー外れましたか。仕掛けます、慎重に運びます、奥、久保、中に入っていった、さあチャンスだ、前に出てボールをキャッチ。手元の時計で前半30分が経過しています。0対0、 F マリノス、ここからどうするか。遠藤、久保、坂田、面白い、これはキーパーです。 F マリノス、コーナーキックとなります。しっかりとマークしたいですね。一旦パス、いやー惜しい。リプレイが出ます。これは決めたかったですね。決めたかったですね。ここで前半戦が終了。江口、動きはいかがですか。調子良さそうですね。しっかり自分の役割を果たしてましたよ。ハーフタイムを終えて選手たちがピッチ上に姿を見せ、後半に臨みます。後半開始のキックオフ、奥、ドゥトラ、さあ大きく出した、速い攻めを見せます。ドゥトラ、さあそしてハト、注意力が不足してますよ。シエ、選手の交代です。そしてここで試合終了のホイッスル。試合の結果はご覧の通り0対0で両者無得点のまま引き分けに終わりました。
ということでご覧の結果になったわけですが、木村さん、シエル、上西、改めましてお願いしますが、木村さん、シエル、状態は良くなっているみたいですね。まだまだこれから調整していくんでしょうが、悪くない感じですね。本日はプレシーズンマッチの模様をお送りしました。解説に元日本代表木村和司さん、実況は八塚清でした。木村さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それではこの辺でさようなら。ニーカップスタジアムです。曇り空です。プレシーズンマッチ、シエロ対ホーリーホック。今日の試合、実況はおなじみの八塚博士、解説は J リーグで活躍されました長嶋昭弘さんにお願いしています。長嶋さん、今日はよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。この試合の模様は現地より生中継でお送りします。さあ、まもなく選手の入場です。選手入場です。向かって左側にエンドを取りました。水色のユニフォームを身につけます、シエル。スターティングメンバーはご覧の通りです。返します。白のユニフォーム、ホーリーホック。スタメンはご覧の通りです。二木、
攻撃を組み立てていく上でもこの人の存在は非常に大きいですよね。そうですね。パスコースを乱す一瞬の判断がものを言いますよ。彼ならうまくやってくれるでしょう。前半45分のスタートです。二人江口、ここはスローインになります。前へ出す、走らせます。ここはスローインになります。石野、さあ江口、二人で行った。来た、2カップ、先制のゴールを決めました。1対0。先ほどのゴールシーンです。思い切りのいい強烈なシュートは見ている方としても気持ちいいですよね。しっかり抑えが効いてましたね。これはいいシュートです。キックオフです。富田、北島、長いボールを出した。これは富田、奪います。島、さあチャンスだ。最後はキーパー、難しい位置からのキックとなります。厳しい角度ですが直接もないわけじゃありませんよ。さあ来ますよ。クロスボールが入る。これはゴールラインを割ります。前半の35分が経過しています。1対0、ホーリーホック、ここからどう持っていきますか。ボールを奪いました。ラコブチェフ、ダーッときた、ゴール、2カップ。前半残りわずか、ここで得点しました。2対0。先ほどのゴールシーンです。長嶋さん、ラコブチェフドリブルからシュートまでいい流れでいきましたね。この突破ですね。これは相手にとって嫌なものでしょうね。キックオフです。富田、北島、長いボールを出した。小野、カット。前半が終了しました。江口、動きはいかがですか。良かったと思いますよ。効果的に動けてましたから後半も期待できますね。ハーフタイムを終えて選手たちがピッチ上に姿を見せ後半に臨みます。後半開始のキックオフ、桜井、ここは大きく出します。スローインです。河合、江口、この辺は素晴らしい連携。スペースへ、クロスボールが入る。うわー、今のプレイです。枠に入れたかったですね。悔しい。スローインでゲーム再開です。中に入れた。これはゴールラインを割ります。
後半の30分になろうというところ、2対0ホーリーホック。さてどうしますか。さあ塩タンだ、塩タンだ、バーで跳ね返った。リプレイが出ます。これは決めたかったですね。今の外しましたか。ゴールキックです。あーいい展開ですね。左サイドを進みます。ワンツー、松下、面白い。最後はキーパー、ここで試合終了の笛。ご覧いただいた通り2対0でシエル、堅い守りに支えられ相手にゴールを許さず勝利しています。改めましてお願いしますが、長嶋さん、シエル、滝沢、コンディションがいいみたいですね。動きにキレがありましたし、表情を見ても明るかったですね。期待できそうですよ。本日はプレシーズンマッチの模様をお送りしました。解説に長嶋昭弘さん、実況は安塚博士でお送りしました。長嶋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは今日はこの辺で、皆さんごきげんよう。さよなら。